スノーオータムがお届けする How to Revit Basic 1-1-78 外構の設定プロパティについてです。リムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。外構の設定を表示または変更するには外構の設定ダイアグラムを使用してください。外構の設定プロパティを変更するには、マス外構タブのモデル外構パネルをクリックしてください。投稿線は投稿線を表示します。このチェックボックスをオフにすると、カスタム投稿線が作図領域に引き表示されます。投稿線間隔、投稿線の間隔を設定します。基準高さ、投稿線の間隔はこの値に基づきます。例えば、投稿線の間隔を10に設定した場合は、各投稿線はマイナス20、マイナス10、0、10、20のコードに表示されます。追加投稿線の開始、追加の投稿線を開始する高さを指定します。停止、追加の投稿線を終了する高さに指定します。増分、追加する投稿線の間の間隔を設定します。編集タイプ、投稿線を1本挿入するには単一の値を選択します。投稿線を複数本挿入するには複数の値を選択してください。サブカテゴリー、表示する投稿線のタイプを設定します。このリストから値を選択します。カスタムの選手を設定するには、オブジェクトスタイルダイアグログを開きます。モデルオブジェクトタブで、地盤面の設定を変更してください。断面グラフィックス、断面マテリアル、断面図ビューで表示するマテリアルを指定します。断面の深度、地中断面の深さを制御し、例えばマイナス30フィート、マイナス25メートルなどを指定します。この値で、プロジェクト全体の地盤面要素のハッチング深さ、深度がコントロールされます。プロパティデータ、角度の表示、敷地境界線タグに角度の値を表示して指定します。注釈、シビルファミリーフォルダーから敷地境界線のタグをロードすることもできます。単位、敷地境界線テーブルの方向角度を使用する単位を指定します。いかがでしたでしょうか。本日の How to Revit Basic はここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムです。